ただいま BTS サパンタクシン駅に来ております。今日は10月31日で、世界的にはハロウィンのイベントをやってると思いますけども、ここタイではロイクラトンっていう行事の日になります。ロイクラトンは日本でいう灯籠流しですね。灯籠流しのお祭りとなってます。それで今日はですね、そのロイクラトンのお祭りを撮影しにアジアンティークっていうところに行ってみたいと思います。駅の改札出ましたけど、これすごい人ですね。またデモに遭遇したかっていうぐらい人がいますね。これ多分皆さん、これボート待ちのこれ多分行列ですね。こちらはアイコンサイアム行きのシャトルボートですね。すごい行列です。自分が行くアジアンティークはこちらですね。こちらさほど行列になってないですけども、すぐ乗れそうですね。はい、今こちらチャオプラヤ川です。素敵というか、もうすごい人ですね。ただいまアジアティークに到着しました。ここつい最近までコロナの影響でずっと閉まってたんですけども、最近またオープンしたそうです。この大きな船は前なかったな。ここでクラトンを作ってますね。これがクラトンですね。これ真ん中にろうそくがあって、こちらに火をつけて流す形となります。ここはあの川もまでこれ1メートル以上あるんで、あの台に乗せて川に流すようですね。こちらに特設プールがあってですね、皆さんこちらに流してますね。ここはですね、アジアンティークの中のちょっと遊園地っぽいところですね。遊園地エリアとなってますね。
どんどん人が入ってきますね。はい、それではボートに乗って帰りたいと思います。ちょうどサパンタクシンの船着き場に着いたところで2カ所の花火が上がりました。あちこちで花火上がってますね。今日はここはこの網でこのプラトーンを下ろしてくれるみたいですね。